皆さんこんにちは、ホーマイチューの王です。前回はね、ゴールデンウィークに関するねフレーズをちょっと紹介しました。復習しましょうかね。はい、で日本語言いますからね、中国語を教えてください。旅行、ゴールデンウィーク、親戚のところに行く。忘れたらね、こちらをクリックするか、下の説明欄にねリンクを貼っておきますから、もう一回見てください。今日はですね、ゴールデンウィークに関するフレーズをねもうちょっと紹介します。前回ですね、出かける時の言葉ね、少し紹介しました。じゃあ今日はですね、どこにも行かない、家にいるというフレーズをね中国語で教えます。まず、どこにも行かない、どこにも行かない、中国語で哪儿都不去、哪儿都不去、あるいは哪里都不去、哪里都不去。哪儿と哪里は同じです。ただその儿化音ですね、まあ北の方の言葉、後ろに儿つくんですけども、儿化音と言います。で普通だったら、標準語だったら哪里、哪里都不去、哪里。じゃもう一回言いますよ、哪儿都不去、哪儿都不去、あるいは哪里都不去、哪里都不去。哪儿と哪里は同じく、どこの意味ですね。都はですね、都は全部、全部という意味ですね。全部。例えば、例えばこういうふうに質問するんですね。这个好吃吗？那个好吃吗？これ美味しいですか？あれ美味しいですか？聞く場合は、どれも美味しいです。都好吃、都好吃と言います。全部、全部美味しいですね。都好、全部美味しいです。都好吃と言います。そういう時は、都を使います。都。不去は、行かないという意味です。行かない。去は行く。不は否定形ですね。動詞の前に不をつくと、否定形になります。不去、不去。行かない。不来、来ない。不好吃、美味しくない。というふうに使います。じゃ次は、家にいる、家にいる、在家、在家。在は方位を、表す言葉ですね。例えば、在車站、駅にいる、駅にいる。在屋顶、屋上にいる、屋上にいる。もう一つの意味はですね、現在進行形っていう意味も含まれています。例えば、在洗手、手を洗っている、手を洗っているですね。在吃飯、ご飯を食べている、そういうふうに使います。今日はですね、ちょっと文法的なことね、紹介しました。どうですか、難しいですか、感想を教えてください。こういうふうにね、毎日ちょっとずつ勉強して、ちょっとずつ上達できると思います。じゃあよ。それではね、また明日。バイバイ。